リンディスファーン修道院の廃墟リンディスファーン修道院はイングランド東北部のノーサンバーランド州海岸のリンディスファーン島にあった中世のケルト教会修道院。リンディスファーン修道院と表記されることもある。北部イングランドのキリスト教家が始まった地として知られる。キリスト教はローマ帝国時代のイングランドを経てアイルランドに伝来したが、イングランド本島では アングロサクソンの侵入によって消滅してしまった。しかし、ローマの支配もアングロサクソンの侵入も受けなかった。アイルランドには、キリスト教の信仰が残り、聖コルンバによって、スコットランド沖にある、ヘブリディーズ諸島へ伝えられ、アイオナ修道院が建設された。635年にアングロサクソン七王国のノーサンブリア王。 オズワルドの小生によって、アイオナ修道院から赴任した聖鋭団が、リンディスファーン修道院を創建し、ここが、北部イングランドのキリスト教家の拠点となった。ノーサンブリア王国を参加に収めた、リンディスファーンの修道士たちは、イングランド北部を誘行して、布教に努めた。7世紀半ば、マーシアオーペンダは、聖鋭団の後継者フィナンの手で回収し、 リッチフィールドに、司教座が設置された。イングランド南部は、ローマ教皇庁から派遣された、カンタベリーのアウグスティヌスが設置した、カンタベリー大司教座の勢力圏にあったが、一時、キリスト教に改修したエセックス王国は、その後異教勢力が復活しており、エイダンのデシチェドの活躍によって信仰が再興された。ノーサンブリアの修道士たちはさらに海を越えて、 フリースラントやフランク王国にまで、不況の足跡を残した。後世ノーザンバーランドの守護聖人となった、イカスバートは、この、リンディスファーンの修道像から、修道院長となった人物である。死後聖人に劣勢られたカスバートが起こした奇跡や、その生涯は、同じくノーサンブリア出身の聖人、ベーダ・ベネラビリスの著書、イングランド教会史に記録されている。 リンディス・ファーン修道院は、この聖カスバートの異物に触れると奇跡が起こるとして、有名になり、聖者信仰の地として繁栄した。リンディス・ファーンの福音書の1ページ。余白部分に古英語の訳文が見られる。7世紀末頃から、同修道院の修道僧たちが後に、リンディス・ファーンの福音書と呼ばれる有名な装飾写本を作成し始めた。 リンリス・ファーンの福音書は、ラテン語で記されていたが、10世紀になると行間に、アングロサクソン語で原文の英語訳が加筆され、最初の英語福音書となった。渦巻き、組紐、動物文様を組み合わせた、華麗なケルト様式の装飾でも有名で、三大ケルト装飾写本に数えられ、現在は、大英図書館に収蔵されている。 リンディスファーン修道院は793年からバイキングの度重なる襲撃を受けて荒廃し875年に修道僧たちは生活スバートの遺物と共にこの島を逃れて北部イングランドをさまよい最終的にダラムの地に第二の修道院を建設した現在聖なる島と呼ばれるリンディスファーン島にはノルマン王朝時代に ベネディクト会修道院が再建されたが、16世紀にイングランド王によって弾圧され、廃墟しか残っていない。この廃墟は、チューダー王朝時代に建築された城塞とともに、英国のナショナルトラストによって保護され、観光地となっている。島は1日に2度満潮によって陸地から孤立するが、現在は土手道によって陸地と繋がっている。ありがとうございます。